え？あ、奇跡なのか？そもそも。誰だ？緑の少年にと、汝が呼び出ししは青木からをまといし太閤か。え？汝が戦場に宿りし精霊は8つ。太閤はいかほどの強さを誇りしか。なんかヤバそうな雰囲気だぜ。くそ、謎かけに答えなきゃ返してくれないってことか。さあ答えよ緑の少年、太閤が誇りし強さはいかほどか。おい、もしかして太閤ってのは。青き殻をまといし太閤キングタウロス。キングタウロス太閤は召喚人。このスピリット以外の自分のスピリットの数だけボイドからコアをこのスピリットの上に置く。俺のフィールドにはスピリットが8体、召喚時に置いたコアを合わせて9個。答えはレベル3で BP12000 だ。さすが奇跡に選ばれし少年、なかなかの実力と見た。お前謎大人か。今のはほんの小手調べ、ここからが本番。叫び、異世界界への合言葉。よし、キックオフと行くぜ。ゲートオープン、開放。向こうはレベル3のストルピード。俺のフィールドにはスピリットが0。どちらもライフは無傷で、ここまではほぼ互角。ネクサス、命の果実をレベル2で配置。老賢治トレントンを召喚、レベル2に。そして老賢治トレントンは召喚時、手札にあるスピリットをコストを無視して召喚することができる。ビートプリーストを召喚、レベル2。これで俺の手札は0だが、ここが攻め時。老賢治トレントンでアタックだ。スコルピードでブロックしよう。レベル2の老賢治トレントンは BP7000。 それじゃあ届かないぜ。よし、これで相手は丸裸。ビートプリーストでアタック、ライフで受けよう。これでターンエンドだ。拙者のターンだな。では行こう、マハジーを召喚。ネクサス、緑芽吹く原野を配置、そしてマハジーでアタック。ライフで受ける。そして神速スピリット、マンキシハーキュリーを召喚。バンキシハーキュリー UX レアか。命の果実の効果で1枚ドロー。バンキシハーキュリーは召喚時、神速を持つスピリット全てを回復する。何？マハジーでアタック。ライフで受ける。命の果実の効果で1枚ドロー。バンキシハーキュリーでアタック。くそ、ライフで受ける。でもう一体、バンキシハーキュリーを召喚しよう。もう一体、神速を持つスピリットを全て回復。こっちも命の果実の効果で1枚ドローだ。バンキシハーキュリーでアタック。マジックサイレントウォール。やるな、強制終了か。仕方ない、ターンエンドだ。この3枚じゃ勝てない、次の引きで決まる。もう終わりだ。月光モノケイロスを召喚、レベル2に。
さらにキングタウロス大公を召喚する。それはキングタウロス大公を召喚時、フィールドにある自分のスピリットの数だけボイドからコアをスピリットの上に置く。俺のフィールドにいるのは冒険獣トレント、ビートプリースト、月光モノケイリオスの3体。つまりコアを3つ追加してキングタウロス大公はレベル2にアップだ。何？キングタウロス大公でアタック。マジック、ワイルドパワーを使用。バンクシーハーキリーを BP7000 にしてブロックする。甘いぜ。月光モノケイロスは召喚時、このターンの間は自分のスピリットの BP を全てプラス2000にする。つまり今のキングタウロス大公は BP8000 だ。しまった。さらにキングタウロス大公の特殊効果を発動。レベル2のキングタウロス大公は相手のスピリットだけ破壊した時、相手のライフを1個リザーブに移動する。目の前にあるものをあるがままに見、耳を傾けること。月光モノケイロスでアタック。マハジーでブロック。冒険児トレントンでアタック。ライフで受ける。さらにビートプリーストでアタック。ライフで受ける。なかなかの連携だが惜しいかな。これでお前のアタックステップは終わり。ちょっと待った。マジック、ブロックリカバリーを使用。系統は甲虫を指定。キングタウロス対抗を回復させる。これが無心の勝利ってやつですね、和尚。キングタウロス対抗でアタック。のなかなかの腕前だ、緑の少年。いや、ストライカー君、どうやらお前さんなりの答えが見つかったようじゃな。はい、仲間たちの姿を見て聞いてそして受け入れる、それが大切だということですね。その通り。さすればチームワークが生まれ、道は自然と開かれるのじゃ。うっす。人生は全てゲーム。わしらは皆遊びの中で生きておる。え？せっかくのゲームも楽しまねば損じゃ。そして真剣にやればやるほど楽しみも増えるっちゅうわけじゃ。あ、どこ行ってたんだよ。和尚さんもどこかに行ったまま帰らないし、みんな心配してたんだよ。じゃーん、ついに俺も手に入れたぜ、ニュー X レアカード。やるじゃんストライカー、これでうちのチームもバッチリだぜ。あまったく、昔から食えないじいさんなんだから。え、ああ、やっぱり顧問なんて私の柄じゃないわ。では皆さんお待ちかね、サウザンドスピリッツ団からのお知らせです。君たちは今のバトルに満足しているか。いや、そんなはずはない。より激しく、より華麗な戦いを望んでいるはずだ。我々サウザンドスピリッツ団は次の大会で新たなレベルに進化する。バトスピ史上最強のカードバトラーたち、その名もナンバーズエリート。メンバーを紹介しよう。ナンバー2、3、4、そして最も新しいメンバーにして最強のバトスピ戦士、ジャックナイトことナンバー11。カードバトラー諸君、覚悟していただきたい。次の大会ではこの最強チームが君たちの挑戦を待っている。
っている上、召喚時に侵食スピリットをすべて回復させるんだ。もう目にも止まらない速さね。ボス、俺バシ、ジェイがサウス機関に入るわけね。今日と言って理由聞くぜ。え、ママ、バトスピ禁止。バトルスピリッツ正面突破バシ、テストも親父も正面突破、異世界界ポータル。バトルスピリッツはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。